みなさん、こんにちは、しょりべちゃんのしほです。はい、というわけで、今回はですね、福井です。すっごい、いや、待って、ニコニコしてる場合じゃないからね、本当に。わかってるねえ。わかってます。ことの重大さにまだ気づいていないようですね、しほさん。白かわいい。聞いてますか？はい。はい。どうしたんですか？今回はなんと私の視力がやばいということで動画を回しております。で、学校で測ったんです、視力で。結果が届いたんですよ。そしたらですね、私毎回 AA で 1.0 以上だったんですよ。なんか悪かったということで動画を回しているということは A よりした。嬉しそうだけど。しかもさ、眼科検診の時に先生にも言われたんでしょ。そう、右が弱いねって言われたの。多分ね、ね、今まで良かったのにね、変わらず左と、うん、4年間 AA だったの、うん、A&A だったの、読み、うん、AA でもさ、本当にさ、ちょっと霞むんでしょ。霞むっていうか、ちょっと見えが悪いなって実感があるんでしょ。あります。しほちゃんね、あの、せっかくずっと目だけは良かったのに。目だけとか言わないでくださる。目だけは良かったのに、まさか目もね、ここへ来て悪化してしまうとは。私さ、今日金曜日なんですけど、月曜日に聴力検査があるんですよ。ああ、耳かきしとかないとさ、耳だけはいいよって、耳だけはいいんだよってちょっと証明したい。わかんないじゃん、検査してみなくちゃ、うん、それで悪かったらやばいね、私。ちょうど全部ダメだね。鼻いいかもしれない、もしかしたら。鼻検査なんてないから匂いこかりくっさってな。そんなやつないよ。そんな検査ありません。というわけで、とりあえずね、病院に行きます。眼科に行って、きちんとね。行くの？だって行ってくださいって書いてあるじゃん。レミも去年行ったし、行きます。行かないと。行ってきます。はい。なのでね、もしかしたら眼科に行ったらさらに悪くなってるかもしれないし、片方の目もちょっとずつ落ちてるかもしれないし、それはね、ちょっと見てもらわなきゃ今の時点では何とも言えないので、とりあえず眼科に行ってきます。はい、はい。でね、でもさ、うん、なんか全然いつもと同じなのね、うん、悪くなってるってね、うん、この視力検査しない限りこっちが悪いとか全然気づかなくて、ね、多分片方の目でまだ補えてる範囲なんだろうね、うん、だから普通にしてたらわかんないけど、でも片方で見た時にやっぱりぼやけたりする。初めて見た時、なんでこのぼやけんのみたいな思っちゃって、戸惑っちゃった私。いきなり来るよね、やっぱりね。まあでも本当最近自粛中とかも漫画、アニメ、TikTok とか YouTube とか、とりあえずもう目を駆使するものばかり、やはり、まあ、勉強もね、やっぱり目を使うから、何をしてもやっぱ目って大事なんだけど、でもやっぱ漫画、しほちゃんだって自粛中にさ、スマホで、Hulu とか、あと何だっけ、Netflix とかでアニメ見てたじゃん。アベマ TV、はい、こんなちっちゃい画面でこう目の前に置いてずっと見てたから、やっぱ目は悪くなるよね。なっちゃったね。はい。ということでね、またね、眼科に行った時にどういう風になったか、結果をね、またね、動画撮りたいと思います。急にメガネになっちゃうかもしれません、しおちゃんが。メガネになる可能性もゼロじゃありません、本当にね。はいはい。本人はね、まだ実感ないかもしれないけど、本当実感ない。眼科行ったらちょっと真実味があるかもよ、先生に言われるから。これは重症っすね。もう、これは重症っすね。マジっすか。
したあれ。でもね、眼科の先生めっちゃイケメンだから。そうなの？うん、爽やか。これはジュース。そういうんじゃないの。めっちゃ爽やかで、ね、めっちゃかっこいいから。これはジュースですね。それかっこよくないから。まあとりあえずね、眼科行っていきたいと思います。はい、ということで、もうしおちゃんもう目が本当悪化して片方やばいということでした。みんなから見て左だからこっち、うん、うちがやばいらしい。らしい。なんだっけ、 B っていうのはさ、何から何だっけ、範囲 0.9 から0.7。 うん、じゃあ 0.7 かもしれないってことだもんね。そうだよ。そう考えるとマジやば。そうだよね。はい、じゃあとりあえず病院に行きたいと思います。行きたいと思います。行きたいと思います。今日なんか私だけマジしてるんだろう。本当に泣いてるかもしれないんだわね、病院行ったら。本当に今だけでそんな楽な話してんの。本当、じゃあ行ってきたいと思います。はい、行ってきます。ゴー。めっちゃハッピーな人みたいだけど大丈夫。言うか、遊園地行くのみたいで。テンションが違うんだけど。今日金曜日っていうのあってめっちゃテンション高いんですよね。やばいね。はい、バイバーイ。